1>, 1年前の自分と今の自分比べて監督として成長した部分とかあるかいや、日々成長っすよ。うん。成長だらけ。ただ、成長一個一個喋るとダサいから <laughs>、なんか、いいタイミングで受ける話とかあるとき言ってるぐらいな感じかな。余裕ないときとか、切羽詰まって選手ぶち切れそうになったときとかある。あのね、ぶち切れなきゃいけないときがあるんですよね。結構、リレーみんな分かってくれるて思いがちだけど、そういう選手をできるだけ取るんだけど、男として強いとこ見せとかないとやばいときあって。 そこはセンスですよねなんかね負けちゃいけない瞬間あるのよ。そうちゃんと冷静に言うところが必要な時がほとんどなんだけど瞬間的に「いやお前なめんなよ」っていうに言わなきゃいけない時あるからそういう時にあの昔だったら瞬間弱化式的な感じでバッって言ってたんだけど今はその2秒ぐらいで考えれるようになったなあ今はこれぐっとこれとら。えて 後で呼んでん静かに言うとだななみたいな時とあここは今すぐにでもちゃんと自分が押すとして優位性あるっていうのを見せなきゃいけないなみたいなのが昔よりもそのちゃんと判断のもとにできるようになったねただこれがね多分20代のうちは全部ただ感情でやってたからだからサッカー界に入ってきたのが30代以降でよかったですねでなんならシュアブ始めたての頃は感情的に起こってた時あったからね で今本当にそこですかね。一番ちょうど成長の話できたね。昨今の学生作家叱ること悪いという風潮あって、それが成長に繋がらない気がする。だから、もうその当事者同士の関係性と叱り方とかだから、あの逃げるもじゃないですよね。僕もめっちゃ信頼してくれる選手がいて、僕もめっちゃ信頼してる選手がいる。その選手と監督同士で強い言葉使ってたら、多分。それにはプロポジティブな効果ありますでもどっちかが信頼してなかったりとか言い方一つミスったりとか。 相手の捉え方1つミスったりととかするとダメでするでよねあとは厳しいこと言わないせいでそれによって緩むこともあるじゃんそれは僕ドキュメンタリーってことかでも出してるじゃないですか結構優しく盛り上げて全然変わらなくて「おまらちゃんとやれ!」って言ったらいきなりプレイ良くなるみたいなそうだからそれはもう叱んのダメ褒めんのいいじゃなくて褒め方叱り方褒めるタイミング叱るタイミング両者の関係性全部加味して判断しなきゃいけないですねあああれ今あれ今で言うあのね その訴えられる男女の関係とも一緒ですよね。恋愛してると思ったらセクハラだったみたいな。原則しっかりしてないから選手に当たりがちになるのは、まあ、まあそういう監督もいるでしょうね。いやだって僕だって選手だってそうだけどもう一生懸命やってて熱くなってるからこそさ何なんだよってなる時あるじゃないですか。でもその時にねこう ちゃんと落ち着くことによってあ,あの子はこう頑張ってくれてたのかもなっていうので落ち着けることもあるし逆に選手側もあの時腹立ったけどよくよく考えたらレオさんいいこと言ってくれてたなもあるかもしれないしねじゃあどういう人が強くなりますかってこうすっ飛ばしすぎててもおもろいよね質問じゃあ何が最強 <laughs> どうしたら上手くなるんですかみたいなそうだから ああそうそう、だから今日ね、そのプチカシマさんのアントニオ猪木という、教養というアントニオキなんか本読んで思ったのが、猪木はどうやって格闘技を芸術にするかで悩んでたみたいな。で、それでタイガー・ジェット・シンっていう伊勢丹であの自分のことを襲わせて世間的に話題にしてみたいな。で、試合持っていくみたいなことをやってた,ただから今でいう延長商法みたいなのはもう猪木がやってたみたいな。な僕もやったことあるんですけど、あの、 今だから話せるけどさあの、プロ選手にさ、J スポーツのフットでやった戦術分析をこんなの終わった後になったら何でも言うんだよってインスタでディスられてみたいな、でそれをしっかり返してみたいな動画をさ、あるじゃん、今も YouTube のチャンネルに一番再生数いってるから人気の動画のところやったらみんな見れるんだけど、あの時に僕は、うわ、やべえ、ディスられてるっていう感じはまあ人間なんでまず出てくるんですよ。 なんですけど、その時に思ったのが、もうこれを使って、あの、ビジネスにできたらかっこいいなって、その時に思ったんですね。で、その時に僕思ったのは、まず、あの、ツイッターでアンサー返すみたいな。で、ちょっとみんなが注目するようになると。そしたら、その日の夜の動画でそれをアップしたら、書道行くから、そこから再生数もあるし、そこでバシッとアンサー返せたら、あ,あ、自分の価値上がるな、みたいな。ここで泣き寝入りが一番ダメ。なんでかっていうと、前言ったみたいに、世論が自分の味方してる時には黙って語らなくていい。 だから僕、あの、YouTube とか Twitter で顔出しもしてないさ、変な人たち言われても何も構わないじゃん。それはもう、完全にこっちがさ、リスクを負って、その、人間見せながらやってるから、こっちはドキュメントでやってるから、絶対こっちは勝つから。だからそれはもうほっといていいんだけど、ただ、向こうにはプロっていう肩書きがあって、言ってることが無茶苦茶だったとしても、俺が負けちゃうんだよね。ってなると、これをしっかり返すことによって、逆転しないと、生き残るか消えるかだったから、あの瞬間って。だその時に、 猪キの,の,の伊勢丹ほどじゃ当然ないけど、ちゃんとツイッターでまず告知を打っといて、伊勢丹で、ね、イノタイガー・ジェット氏に殴られたっていうのをあの、インスタでプロ選手に殴られたっていうのをみんな見せて、それに対しての返しを動画でやってみたいな。あれが結局自分の動画の中で一番それ言って、あプロの選手にも引かないで言い返して、しっかりアンサー返せる人なんだなっていうので、1個残れたから。あれは良かったね。うん そういう風にプロレスから学ばせてもらうことってあまあ、これはたまたま一緒だっただけだけど、でも結局、負けちゃいけない勝負どころってあるからね、人って。僕の場合は、ね、あの、いい話ばっかりすると、なんか自慢話みたいに聞こえたら嫌だから言うと、お笑いでね、負けちゃいけない勝負どころで言うと、M1 準決勝行ったら敗者復活にも行けるし、業界の人見てもらえるのに3回戦までしか行けなかったから、その時の自分はなんで受けたのに、 で、その時に受けたけどいけなくて、それで自分の終わり迷って相方といっぱい喧嘩するようになって、それ会社の引き金になったんですよ。なんで、あそこは負けちゃいけないところだったし、やっぱり人間的に未熟だから、そこで負けたことによってブレるようになっちゃったんだよね。あのまま続けててよかったのに。で、そういうのを経験してるから、サッカー界に。 来たというかねサッカー YouTube やりだした時には、ここ負けちゃいけないところだなって今までの経験で、そうこれをね、才能ない分、あの質と量で実力したみたいな感じだからね。だからその、ふわっと入ってるように見えるけど、例えばね、プロとの討論のやつが、中澤さんのやつも福西さんのやつもさ、ボコボコに言い返するじゃん。<laughs> あれなんでかっていうと、俺にとっては、あそこが桶狭間だったりとか、巌流島だったりするから、あそこ負けたら、プロが、 俺にあれされても、いや、プロなんだから、あいつは素人だから言ってることだって、こう、守ってくれる人がいいんだよ。でも、俺が負けたら、もう俺の仕事は全部なくなるから、こう、みんなの前で喋れないから、であそこは、もう、プロでも引いちゃいけないところで、で、結果、勝ったことは、まあ、あっちが動画非公開にして <laughs>、消してるんだけど、でもそれはね、プロと一緒にね、お客さんの前でサッカーやったときに僕は削られるでしょうから、下手くそな僕でも。でお客さんの前でプロと一緒にトークしたときに、 素人のふりしてるけど、しっかりそこは叩き潰さなきゃいけないっていう、そういう瞬間はあるんですよで、それをプロレスは教えてくれてるんですよ。そう、サイドバック張っちゃいけないって、もうね、福西さんにしっかり言ったけどな、うん、そうそう、そこは臨機応変じゃない、絶対に張っちゃいけない、後ろから前にボール行くとき、前から後ろから戻ってくるときはいいけどっていう。 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。